はい、皆様、本日はありがとうございます。メタルライブ3周年でした。一瞬も吹いても3年できるんですね。もう3年やってるんで、いつやれたりするのか。ですけども、本当は今日はありがとうございます。一生懸命やりますけど、まあ、私が一番間違えるんですけど、間違えてもいい感じにしてください。はい、はい、本日はありがとうございます。Get out of my world.
3周年記念ライブ、皆さんありがとうございます。はい、ライブ関係2000も今年初めてのライブですね。はい、まあ、皆さん知ってる方も、何人かいると思うんですけど、この4人になってからはちょうど1年半なんですね。で、まあ、その前の1年半があって、まあ、後半の1年半があるみたいな。なのでですね、我々もある意味ね、3年のうちの半分をこのメンバーでやってきたということになるのかなと思ってます。でですね、今日はですね、前回のライブで言ったんですけど、メタルセレブオリジナル曲がずっとなくてですね、ようやくオリジナル曲が完成しましたということで、今日お披露目会というか、実はオープニングに最初にやった曲もですね、まあ、ちょびっとだけ一応オリジナル曲ってことになってるんで、まあ、そのうちオープニングがちゃんと曲として出来上がる日も近いと思いますね。皆さん交互期待ください。はい、まあ、この後オリジナル曲入れますが、まずは次の曲は、ブラックナイフですね。はい、皆さんご存知の、CM になってますね。行く流れはいい。じゃあブラックナイト行きまーす。
はい、それではですね、部活躍恒例のメタルじゃない曲のお時間がやってまいりましたということで、はい、ここでちょっと静かな、はい、オアシスですね、はい、まあ、一番この曲をよくやっているので、まあ割と、はい、皆さんもうメタルスレーブがメタルじゃない曲をやるって皆さんご存知の通りではございますが、いつも通り中村さんの好きな、はい、オアシス曲をやりたいと思います。ちょっと眩しいですね、結構ね。かっこいい。You say that you're still in love.
ありがとうございます。はい、それではですね、ここでじゃ あの恒例のメンバー紹介今日は体調がいいみたいですね、非常にね。はい、じゃあオンドラームスヨッシー。前回のライブで体調が悪くてあんまり飲まなかったみたいでしたけど、今日はあんま飲んでないんですね。だんだん大人になってきたってことですね。あ、もうすごい大人になってきた。すいません、間違ってます、はい、じゃあ続いてオンベースエスユーミだったということです。またまた、そうですか、残念ですね仲間が増えたと思ってたのに。皆さんも花粉症大丈夫ですかね今日。ちょ、私一応薬飲んできたんで、まあ、ギリギリ大丈夫かなって感じですけど、ちょっと油断するとね、そうなんです、くしゃみの発作が止まらなくなってしまうので、そうなんですね、大変です。はい、じゃあ、私、はい、下にここに書いてありますけども、なんかこう書いてあるとなんかコミックバンドなんじゃないかってちょっと思ってしまう人も。ちなみにメタルスレイブのライブ今日初めてって人どのぐらいいますか。あ、はい、奥の家族連れの皆さん、はい、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。はい、メタルスレイブで一応なんか名前がメタルっぽいんですけど、どうもメタルじゃねえなこのバンドはって今日気がついたと思うんですね、はい、そしてコミックバンドでもありませんが、一応この YouTube アカウントおぎのりというのはですね、一応私のアカウントでですね、はい、YouTube を、検索するとですね、このハチワレちゃんが出てきますので、ハチワレちゃんが出てきたら、私 の、 あのアカウントということで、ぜひハチワレちゃんを探してくださいって、最近毎回言ってるんですけどね、はい、ちなみにチーカーは好きな人どのくらいいますか。はい、あんまりいませんで残念でしたちょっと年齢差が違ってましたね。そうですね、ちょっと私の癒しの、はい、ハチワレちゃんでしたということで、私、はい、ボーカルギターやってます、おぎのりと申します、はい、よろしくお願いします。はい、そしてこのバンドを作った張本人といいますかバンドリーダーいきまーす。メタル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 オンギター中村。イエーイ、はい、こんにちは、今日どうもありがとうございます。私は今週の火曜日に風邪をひいて、やっと今日の午前中に治ったっていうまだちょっとダメんだけど、まあそんなこと関係ないんだ、最終年で頑張るなっていう感じですね。いつも倒れそうなんで、今日は倒れないように頑張ります。皆さん今日もどうもありがとう。はい、ということでここでですね、いよいよ 初公開にほぼ近いですけども、はい、ライブカフェにして今日初公開の、メタルスレーブオリジナル曲ついに完成しましたので、お披露目会ということですね。5分以上の長丁場になりますので、皆さん最後まで心して聴くように、はい、タイトルはメタルスレーブっていう曲なんですけど、ちょっとメタルスレーブっていう曲なんですけど、ライブカフェ2000っていうのも登場するかもしれないので、はい、よく歌詞をよく皆さん聴いておいてください。私が覚えてれば多分いいと思います。はい、じゃあ
脱ぎ脱ぎタイムということでちょっと面白いですね。ということで、ドラゴンシェンロンパンツを今から履きます。はい、ということで儀式が終わりました。はい、じゃあ最後の曲、はい、いつもやってる、はい、ちなみにこの十字架買ったんですか。あ、そうなんです。ちょっと今回新しく新調してみました。3周年ということで、何か一つね、区切れで新しいものを買うってやっぱ大事だと思う。まあこれも今日新しい、今日初おろしですけどね、このベースの、はい、まあ、皆さん気がつかなかったと思います。じゃあいいですか、皆さん、今日はどうもありがとう。最後の曲です。
しかった。本当にも勝ってきました。It's gotta have a pocket. Sometimes I'm in a hurry. Look at the bass player, he's excited. Secret pants. Yeah. Yeah. Yeah.
お披露目しないまま終わってしまうとちょっとせっかく作ったのにみたいな話になっちゃうんで、はい、じゃあ一応曲もやっていいですかね。あのパンツだけアコールアコールパンツオンいいですかね。20th Century Boy じゃあ最後にやってお待ちしております。はい、皆さんどうもありがとうございます。パンツコールIt's his idea. Marketing. Fantasy の世界で。101。すげえ。おっ、めっちゃ飛んでくるわ。いいね。すげえ。ありがとうございます。